やっと立った夢のマイホーム、帰ってくるだけで癒されるの。俺はエンジサラリーマン、妻の久部と暮らしている。おかえりなさい。ちょっと待っててね、すぐご飯できるから。はい。あれ、なんだこれ、相性占い。ヒサメのやつ可愛いことしてんじゃねえか。どれどれ、二人の相性は抜群ですか。誰だよ、鉄って。まさか浮気。見て、よく当たるって噂の占いやってみたの。相性バッチリでしょ。あ、ほんとだな。旦那ともやってみたら、あなたとは釣り合わないからすぐ別れた方がいいですって。私きっと運命の人を間違えちゃったのね。あんなやつ絞り取れるだけ絞り取って捨ててやるわ。まさかと思ってボイスレコーダーを仕掛けてみたけど、よりによって俺と建てたこの家に連れ込んでたのか。絶対に許さねえ。相手の男のことを徹底的に調べてやる。後日、相手は鉄という方で飲食店勤務、既婚者で子供がいるらしいです。既婚者かよ。それと奥様の他に10人以上浮気相手がいるようで。10人以上？なんでそんな男と。ダメだ、もう俺はヒサメとはやっていけない。ヒサメ、離婚してくれ。ダメです。危な。ちょっと何よいきなり。お前とは離婚だ離婚、もう全部分かってるんだよ。お前不倫してるだろ。なあ、相手は鉄って男だろ。子供もいて奥さんもいるそうじゃないか。それに10人以上愛人がいるって話だぞ。だから何よ、私たちは愛し合ってるの。鉄はあんたと違ってモテるの。でも私以外の女はみんな遊びなんだから。あんたみたいなつまんない男、こっちから離婚してやるわよ。認めるんだな。認めてやるわよ。でも慰謝料はあんたに払ってもらうからね。はあ、なんで俺が慰謝料払うんだよ。いくらこっちが不倫してたからって盗聴なんてプライバシーの侵害でしょ。私が慰謝料もらうのは当然じゃない。何言ってんだおこいつ。それに私はあんたが仕事ばっかしてるから不倫したのよ。全部あんたのせいよ。それはお前の希望を叶えたマイホームのローンのためだろ。そんな無茶苦茶な理屈があるか。器のちっちゃい男ね。慰謝料払わなきゃ離婚なんてしないから。ヒサメとの話し合いは完全に平行線。俺はこの件を弁護士に依頼することにした。こんちくわ、弁護士のソラです。というわけで離婚で揉めていて。わかりました。その例なら間違いなく奥様有責ですし、エンジさんが慰謝料を受け取れますよ。相手の男性も相当悪質です。男性にも連絡を取ってしっかり慰謝料を取りましょう。はい。クロハちゃん、このままどこか行っちゃおうか。でも旦那が。ちいとこなのに。はい、もしもし。何、不倫。いや、知らねえよそんなの。こっちには証拠だってあるんですよ。はあ、仮に俺が不倫してたとしても、奥さんに寂しい思いをさせた旦那さんにも責任はあるんじゃないですか。俺がモテるからって嫉妬してる暇があるなら、もっといい男になるように努力した方がいいと思うけどな。何言ってんだこいつ。セカンド、妻とはもう離婚しますから。たった一回の浮気も許せないなんて大して好きじゃなかったんじゃないの。やっぱり別に俺のせいじゃなくね。とにかく俺は慰謝料なんて払わないからね。アジです。相手の男に連絡を取ってみたんですが、全然話になりませんでした。それは手強そうですね。そうだ、今回のことを鉄さんの奥様に知らせましょう。旦那さんの不倫を知れば協力してくださるかもしれません。はぁ、不倫。うちは子供だっているし、お金ないの。離婚するわけにはいかないんだから。そもそも嫁を管理できなかったあなたの責任でしょ。慰謝料なんか払わないから。はぁ、何言ってんだこいつ。サード、なんなんだよマジで。次から次へよ。まともなやつが一人もいやしねえ。ドキュンのジェットストリームアタックかよ。イサメが欲しいって言った最新式のキッチンも、くつろげるサンルームももういらねえ。この家も壊してあいつらもぶっ。エンジさん、ダメです。しっかりしてください。諦めないでください。私も力になりますから。こちらの交渉に応じないなら裁判で勝てばいいんです。慰謝料たっぷり取って新しい生活を始めましょう。ソラさん。そうですね、鉄さんとはまだ会って
話していないですし、本気にしていないかも。一度会ってみようかと思います。わかりました。でも相手はドキュンですからね。念のために準備はしていきましょう。慰謝料？またその話かよ、しつけえやつだな。あなたは俺の妻と不正を働いたんです。その責任は取っていただきます。結局金かよ。貴様の言う通りつまんねえ男だぜ。だいたい慰謝料だかなんだか知らねえが、人を脅して金を巻き上げるなんて恐喝じゃねえか。恐喝？恐喝の意味分かってんのか。不倫されて慰謝料を請求するのは当然の権利だろ。そんなこと言ってお前本当はヒサメとグルで俺から金を巻き上げようとしてるんじゃないだろうな。どういう発想でそうなる。まあいいさ、あんたが話し合いを拒否するなら法廷で争うだけだ。うるせえ。俺のことを脅して無事で済むと思うなよ。いいか、俺はお前の家だって知ってるからな。今夜枕を高くして眠れると思うなよ。はあ、そっちの方がよっぽど私じゃないか。まったくとんでもないドキュンだったな。お疲れ様です、エンジさん。ソラさん、そっちの準備の方は？それはバッチリです。でもあの様子じゃ家に押しかけてこないとも限らないですよ。気をつけてくださいね。いや、さすがにあの男もそこまでバカじゃないでしょう。ちゃんとやる。おいおい、なんだよ。なんだよこれ。おい、これは間違いないあいつの仕業だな。まさか本当にやるほどバカだったとは。もしもし、ポリスメン。その後鉄は家の周辺をうろついていたところを警察に見つかった。だから俺は知らねって言ってんだろ。たまたまタバコ買いに来て通りかかっただけだよ。嘘つくな、お前以外誰がいるんだよ。おまわりさん、そいつは俺に嫁さん寝取られて寝たんでんだよ。慰謝料払えとか言って脅してきたしな。これだって俺を陥れるための自作自演に決まってる。こいつの家の玄関にバットが置いてあるはずだぜ。どうせそれ使って自分でガラスを割ったんだろ。へえ、なんで俺の家の玄関にバットがあるって知ってるんだ。昨日まではしまってやったはずだけど。くぐれ、私は寝起きの空。それにおまわりさん、これを聞いてください。うるせえ、俺のことを脅して無事で済むと思うなよ。俺はお前の家だって知ってるからな。今夜枕を高くして眠れると思うなよ。昼間話し合いをした時、鉄さんはエンジさんを脅していたんです。非常識な人なので念のために準備しておいた録音が役に立ちました。なるほど、鉄さんでしたね。署にご同行お願いできますか。違う、やめろ、俺は何もしてねえ。その後、鉄は脅迫罪や住居侵入罪など諸々の罪で逮捕された。収監はされなかったものの、噂が広がり仕事はクビに。さらに不倫のバレた数十人の配偶者から一度に慰謝料を請求され、火の車だそうだ。もちろん俺に対する慰謝料もソラさんがきっちり回収してくれた。旦那が無職になった上に慰謝料なんて払えないわさ。どうすんのよ、あんたのせいよ。ではわさびさんも弁護士に依頼されてはいかがですか。わさびさんにはヒサメさんをはじめ旦那様の不倫相手に慰謝料請求する権利がありますから。なんでして。こうしてわさびさんはヒサメさんに慰謝料を請求。もういや、鉄の奥さんにまで慰謝料請求されてお金がないのよ。私は絶対に払わないわよ。大体なんで私が慰謝料払うのよ。盗聴はプライバシーの侵害でしょ。私が慰謝料もらえるはずよ。あなた弁護士でしょ、なんとかしてよ。私はエンジさんの弁護士なんですが、そもそもボイスレコーダーを仕掛けたのが自分の家である場合、プライバシーの侵害が認められるのは稀なケースですし、もしヒサメさんのおっしゃるプライバシーの侵害が認められたとしても、ヒサメさんの不正行為の慰謝料の方が大きく上回ることになると思いますよ。裁判になればヒサメさんが明らかに不利になると思いますが。そうだわ、どうせ鉄はもうダメそうだし、エンジと別れなきゃいいのよ。そうすれば慰謝料は払わなくていいし、わさびからの慰謝料もエンジが肩代わりしてくれるかも。エンジ、私目が覚めたわ。私の運命の人はやっぱりあなただったのよ。そう、この占いによると俺とお前は釣り合わないからすぐ別れた方がいいらしいんだけどな。そんなたかが占いでしょ。でもこの占いよく当たるらしいからさ、信じることにするわ。ラコール、ありがとうございます。エンジ、こうして俺と下目の離婚は無事成立。
その後俺は嫌な思い出の詰まった自宅を売却、家を売った金と慰謝料を使って別の家を借り、今は一人暮らしをエンジョイしている。今日のラッキーさんは赤髪のあなた。何か新しい素敵な出会いがあるか。